ゆなです。今回はゆなのバッグ紹介をしていきたいと思います。ではまずゆなのバッグはこんな感じです。どん、青いシンプルなリュックサックです。このリュックサックとセットでこのアクセサリーポーチとちょっとちっちゃめなバッグがセットで2000円で買うことができました。じゃあ中身を紹介していきます。これからこのちっちゃいバッグから、はい、外外見はこんな感じです。スクイーズをつけました。UFO キャッチャーで撮った。じゃあ中身紹介ですね。オープン。一つ目、はい、マスクです。はい、ユナの携帯です。ピンクカバーで、三つ目は早掛けです。前まで抱っこ寿司のパスケースだったんですけど、今はスヌーピーのパスケースです。今の時期とっても寒いですよね。だから簡単に取り出せる、はい、カイロを持ってきています。あったかいカイオンくん、これ空っぽです。この中にカードとか見るかな、カードとかを入れることができます。このアクセサリーポーチの中身を紹介していきます。外見はシルバーゴールドシルバー系のゴールド系な、このファスナーの部分はピンクです。こんな感じです。このここにポッケがあって、ここはボタンで取り外しができるイヤリングをはめるとこがあって、ここは指輪とかを挟むのかな、ボタンで挟む3つと、ここはなんかチョーカーを挟んだりして持っていくことができます。で、今入れているのはアリサちゃんが東京でくれたユナなんて書いてあるブレスレットです。はいはい、では最後、はい、重たいですね。結構ずっしり入ってます。では紹介していきますか。チャームポイントはここにこのチャックの部分がタッセルでおしゃれです。はい、じゃあ一つずつ紹介していきます。じゃあ1つ目、はい、まだ愛用中、筆箱チキンラーメン、かわいいひよこがいっぱい。2つ目はこの冬は手が乾燥するからハンドクリームをいつも持って行ってます。柚子の香り、柑橘系の香りです。3つ目、じゃん、練り香水です。うさぎ柄のこう円柱系の形です。これはどうやって使うかというと、まずは開けますね、開けますね、で出して手首にこうやってまあちょっとしてわーってします。で香ったらいい香りです。4つ目はハンカチです。ハンカチいつも使っとる、こういう、これはこのハンカチはサファリパークで買いました、虎柄です。5つ目はクマちゃんの赤のポーチです。このポーチは外見はなんか袋の中にバラのようなファーが入っています。中身は何が入っているのかというと、どん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 、どこでも食べれるお菓子が入って、おー入ってます。
6つ目はじゃあこれにしよう。串。串はキキララのキキララのキャラクターです。ピンクで可愛いです。はい、化粧ポーチです。猫、あ、猫じゃない犬の柄をした化粧ポーチです。どこで買ったか忘れました。はい、では次は8つ目。8つ目はじゃあ、はい、水筒。ママが UFO キャッチャーで撮ってくれました。ディズニープリンセス、プリンセスが乗った水筒です。おお、ユナアリエルが好き。アリエル。ここ9つ目は日焼け止めです。やっぱり冬でも日焼け止めはちゃんと塗ってます。はい、ユナが大好きなミニオンのお財布です。こんな感じです。あ、最後はノートです。付録かな、本の付録です。結構いいよ、付録めっちゃいい。はい、こういうね、しおりっていうのかな、紐がついてます。以上です。ティアラチャンネル。はい、ということでユナのカバン紹介をしました。みんなの参考になれたかな。みんなが入れているものがあったらコメント欄に書いてね。またねー。